まあ、ほんだったら日本全国の童話連れてきたるもんでな。己に一人で日本全国の童話相手にせいや、こら、ほんだったらな。元相生町自治会長、田辺哲司の証言、津市役所の闇、津市自治会問題。この本ね、去年発売されて話題になってるんですね。話題って言っても、まあ、主に津市役所というか、まあ、津市内での話題なんですけども、津市役所の職員の方なんか大体見てるんじゃないですかね。でこの中でね、いろいろ見どころがあるんですけどね、例えば津市のね、幹部と田辺さんが LINE でやり取りしてですね、津市の幹部がですね、もう田辺さんの言われる通りになんか文書を作って、それで補助金申請してっていうような話を書いてあるんですね。もう LINE のスクリーンショットなんかも書いてあります。ああ、でもこういうことしてるんだなと、津市のね、職員とこの一市民であるところの田辺さんがっていうことで、まあどんだけその市の職員は田辺さん優遇してたんだ、恐れてたんだっていうことがこれでわかるわけですね。あとですね、実はまあ新しい事実というか、あ、こういうこともあったんだってこともちょっとありまして、例えばね、自治会のお金を、まあ、田辺さん自身がやってたんじゃないって言うんだけども、ちょっとお金抜いてたとかですね、あとは前橋市長とまんざらな関係ではないということで、こうやって写真に写ってる写真とかですね、あとこういうね、名刺とかも載せてますね。でそれでね、このあたりね、三品君今取材してるんだけども、今後何かね、人波乱あるんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。特にこの実はね、田辺さんね、市役所と裁判してるんですね。環境パトロールって言って、あのゴミ処理場のこう監視業務で自治会にまあ何千万って入ってたんだけども、まあ実際はですね、その市役所の発注通りにやってなかったんじゃないかと。その例えばその津市のね、職員がなんかこうパトロールに関わってたりとかですね、そういうことがあって、まあ、1000万以上返せっていうふうに津市から言われてるんですけども、田辺さん拒んでるんですね。ただね、でも、この、自治会の会計から抜いてた、うんぬんっていう話になると、そのあたりがひょっとすると摘発されてしまうんじゃないかと、もう今頃になってね。というのも、やっぱり、津市としてはですね、1000万円ちょっと回収したいわけです。ということは、そのあたりでもですね、警察が関わった方が、田辺さん返してくれるんじゃないかっていう思惑があって、そうするやっと、やっぱり市役所としては、こう、摘発してほしいという意向があって、それでまだ何かね、起こるんじゃないか。というふうに思います。ということで、そのあたりね、何かあったらまたね、自転車の方でレポートしようと思います。でこの本でね、私がちょっと個人的に見どころだったと思うのはですね、この中にですね、その相生町とか高須町とか、あと愛宕町界隈のこと書いてあるんですね。津市の行政が作り上げた被差別の歴史、これね、私この相生町愛宕町を紹介した時に、ここは被差別部落ではなくて都市スラムだったんじゃないかと、まあ、伊勢湾台風とかの避難民がずっと集まってきて、それでできたんじゃないかっていうことをまあ言ってたんだけども、まあ大体ね、そのようなことを言ってるんですよ、田辺さん。ここはですね、相生町、愛宕町、高須町界隈は太平洋戦争後、アメリカ軍の空襲で焼け出された低所得者向けの、2軒続きの市営住宅が立ち並び、で、それでまあ、近くにね、大門とかあって、そこで水商売や暴力団員も少なくなかったっていうことがあるんで、やっぱり都市スラムで、なおかつやっぱりこう暴力団というのが多かったっていうことを書いてるんですね。で、しかもね、被差別部落としてのレジシがあったわけじゃないって明言しちゃってるんです。で、あとは、なんか水難事故がありましたよね、海岸で、中川原海岸で。あれだとか、あと、死尿処理場なんかのね、そういう運搬船の基地があって、それでイメージが悪くなって、被差別部落という風に見られるようになったみたいなことが書いてあるんですね。だからまあまあ、概ね私の言う通りですよ。ここ被差別部落じゃないんですよね。で、戦後にそういうイメージがどんどん作られていったっていうことなんです。で、下の概要欄にも貼っとくんですよね。今まさにダムザイヤー教授の部落と暴力団、あと部落差別っていうのがね、まあ一部はもうこうでっち上げられた話じゃないかっていうことを、まあそういうのを書いてる論文載せてるんですけども、まあまさにね、この相生町、この辺りっていうのはそれが当てはまるんじゃないかって思うんですね。被差別部落なんてなかったんだけども、そういうイメージがどんどん作られていったと。それはもう江戸幕府なんかとは全然関係ない、しかもまあ主に戦後に作られていったっていうことなんですね。で、やっぱり田辺さん明言してないけど、やっぱこのね、童話対策はこういう暴力団を呼び込んだっていうところもかなりね、あるんじゃないかと思います。ということでね、この津市役所の闇、
うん、まあ本当はね結構ねこう大雑把な本ですね。やっつけで作られてますね。なんかこういろいろとねこの市役所の報告書の引用とかねそういうコピペっていうのがあってなんか明らかにページ数水増してるなっていう感じがするんだけども、でもやっぱりね田辺さん独自の証言っていうのもそれなりに入ってるので、だからこれ津市の方はねまあ読んでみたらいいかと思います。図書館にもあるんじゃないですかね、はい、ということで今日はこの本の紹介でした。